それでは2つ目の事件ファイル見てみましょう。こちらでございます。どうぞ。吉成くん、大人気ですね吉成くん。有能な ISP、 そうね、いやでもいいやつなんですよ。僕は好きだな吉成くん。すごいね。振られた原因問題です。ちょっと怖めの入り方しますね。問題がまた同じく捨てられてる。またかよ。はい、はい、理不尽に感じた振られた理由、この穴を埋めていただきたいと思います。はい、一問目がですね、逆にこうちょっと変化球というか、いやこういうことなんですよね本来。そう、それまで分担がありましたけど、今回は皆さんそれぞれご自由に総力戦です。全部一人二つ考えてください。誰か合ってればいいと。あ、それぞれ合ってたらポイントを差し上げます。なるほどなるほど、はい、さあというわけで吉成くんのね、性格とか人柄っていうのを頭の中に浮かべて、考えてみてください。それでは行きましょう。推理タイムスタート。でもちょっとね、ドジっ子っていうか、まあそうね、みたいなね、一面もありますから。そうそうそう、その辺も組んで、まあこれもね、和樹くんと一緒で皆さんゲームプレイしてくださった方はこういう感じかなってね、その振られた理由も含めてちょっと吉成くん好きだなって多分ね皆さん思っちゃうところなんでしょうけれども。確かにね。え、さあやっぱこっちのテーブル早いですね。やっぱ我々はね、そりゃ振られるだろうってやっぱ、ね、もうね、そりゃ振られるだろう。そうですか。森田さんも書き始めて、波川、波川さん書き終わったの。ちょっと待ってください。あ、オッケー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 。あ、本当ですか。オッケー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 。いやいや、回答時間20秒ぐらい過ぎてからヒント出すのやめてもらっていいですか。今画面にヒントが、僕も聞いてなかったヒントが出てきましたが、すごい。今とりあえず言います、今更ですけどヒントは食べ物が原因だそうです。オッケー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 。まさか大丈夫そうですか皆さん。はい、さあというわけで、はい、波川さん自信ある？ありますよ今回は。本当ですか。じゃあ最後にしましょう。じゃあね、同じくじゃあ良平くんからいきますか。はい、わかりました。お願いします。これはもう納得の答えですよ。はい、いいですか。はい、なぜ振られたか。出会い頭にコブラツイストをかけたから。うまい。なるほど。あー、結構やっちゃいましたね。多分訓練してたんだろうね、 SP、はいはい、だから戦う。それ街中でですか。そうですね。あー、ごめんお待たせっていうことですよ。でやられた。そうなんです。ついついね、良かれと思って。たまに見かけるもんね、渋谷でね。見かけます。見たことあります。それそっからね。本当ですか。この間池袋で4の字固め編みました。本当ですか。見かける。僕の SP でした。やっぱり池袋とはちょっと違いそうですけどね。出会い頭にコブラツイストをかけたから。はいはい。じゃあ相馬くん見てみましょう。はい、僕も食べ物シリーズなんですけども、はい、振られた理由、お地蔵さんに声をかけた。あ、そもそも人じゃなかったと。はいはい。あ、どうも、あ、お地蔵さんか、ナムナムみたいなね、これやってしまう。振られたというか、もう言葉が届いてなかったっていうね。そもそも、言葉返ってこない存在だったという。かわいい回答ですけども、なるほど。はい、まあ、吉成くんらしいっちゃらしいというか、そうですね、相当なドジですね、これはね。あとまあ、食べ物には何もかすってないという、ね。そうですね。残念な結果なんですけど。無理してお地蔵さんを食べるしかないですけど。じゃあ、お地蔵さんにお供えしてあるおにぎり食べるぐらいしかないですよね、もうね。それダメですよ、皆さん。ね、お地蔵さんのものですから。さあ、森田さん、じゃあ見てみましょう。はい、はい、僕は完全に食べ物でぴったんこでした。本当ですか。はい、いきますよ、はい、こちらです。ドン。カレーライスにソースをかけたから。すごい。食べ物はね、とりあえず一致しました。カレーライスにソースをかけたから。これ僕はかけるんですけど、はいはい、どうもなんか地方によっては絶対かけない地方もあるらしいんです。あ、はい、あ、森田さんはかける。もうかける。あ、もうどんなカレーにでもソースがあればかける。どんなカレーって、そりゃさ、いろいろとあるけどさ。急になんかプライドがすごい感じになってくる。まあでもね、これそれこそ食べ物によってね、これにはこれかけるって。そうそうそう、ありますね。地方によってもね、うん、違ったりしますけれども、はい、なるほど。これこれなんじゃないかなと思います。はい、いや、いいんじゃないでしょうか。はい、波川さん、波川さん、今不正が見受けられましたけども。じゃあ、ちょ、勘違いしてまして。勘違い。はい、吉成さんが、はい、吉成さんが、吉成さんが、振られた方なんですよね。そうです。吉成さんが自分にしたことだと思って、はい、間違えちゃった。相手にしたことじゃなくて、はい、残念不正解。ちょ、まだ一応見ろよ。あ、見ます見ます。あ、じゃあさぞいい答えなんでしょうか。はい、見てる。
いいですか、いきますよ、ナビカさん、はい、心の準備はよろしいですか。もうやばい、早くして早くね。もうやばいやばいやばい。皆さんもね、優しく言うから、どんな答えでもね、いい笑顔を見せてくださいよ。さあそれではナビカさん、超盛り上がってるね、変な答えでも。回答お願いします。どうぞ。繊細なところにタバスコをかけたから。ライブ中継をご覧の皆さんも届いてますから、その感じは。これ波川さんの顔見て、なんかもう、なんか後ろの壁とほぼ色が同化してきてる。いや、元々だよ、元々です。色じゃない。あ、そうですか。表情いいえ、表情。失礼しました、失礼しました。顔色はいい。波川さんどこ。もういるよ、いるよ、床でも壁でもね。今 T シャツしか見えない。立ってる、 T シャツも服も着てる。そう、あ、よかったです。ありがとうございます。タバスコに何でしたっけ。あ、繊細な、あ、もうやめときますかね、うん、もう俺今回回答してないってことにしてもらっていいですか。今回って回答。いやいや、盛り上がりましたよ、ありがとうございます。さあ、というわけで、まずね、この中に正解者がいたかどうか、はい、判断していただきましょう。どうですか、今の回答は。さっきのピンポンかブーをください。じゃあ VTR をどうぞ。はい、 VTR も出ません。さあ、波川さん、繊細なところってのはどこなんでしょうか。繊細なところっていうのはね、やっぱりあの自分に、はい、お前さ、ドジっ子だって言ってたからさ、やっぱさ、自分のところにさ、あ、タバスコ開けなきゃって言ったら、あっ、お、あ、で、あ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 、VTR 前だから。もう浪川さんは限界ですよ。浪川さんはもう限界です。いけますか、いっちゃうんですか。それじゃあ正解の時はこちら。VTR じゃねえじゃねえかよ。ああ、なんだよ、普通の答えじゃねえかよ。というわけで正解は目玉焼きにソースをかけたからということで、森田さんが片っぽ正解ということなので、はい、こちら10ポイント獲得としましょう。いや、これはすごいですよね。これはすごい、いや、まさに、ソースは完全に一致ということで、うん、まあ、で、その食べ物系で言ったらやっぱ目玉焼きにね、はいはい、醤油かけるかソースかけるかっていうのはありますけど、まあ、目玉焼きに何かけるかまで言ったら結構な親密な関係にもかかわらず、ね、確かにそこで吉成君は振られてしまったと、うん、なるほど、かわいそうな。まあ、でも目玉焼きにソースなんかかけたらそりゃ振られますよね。どうしました、木村さん。目玉焼きにソースなんかかけたらそりゃ振られますよね。あれで、ね、お怒りですか。ちなみに亮平君は醤油派ですか。塩コショウに決まってんだろ、バカ野郎が。うっそー、すごい怒られましたけどもね。そこはタバスコじゃねえの。相馬君はマヨネーズ。マヨネーズ、わかる、うん、目玉焼きにマヨネーズ、はい、だけ、だけ、だけ。 あ、そう、はい、ちなみに目玉焼きに塩コショウ。あ、多いな、結構、はいはい、マヨネーズ、ほらほら、いらっしゃいますね、多少いる。森田さんは醤油。醤油、あー、浪川さんは。いや、俺はマジリアルにソース。そこはタバスコやろ、でしょ、よ、そこはタバスコやろ。お前何年やってきたんねん、この世界。この世界34年目です。そこはお前ここのタバスコやろ。この世界34年目で結構バラエティで頑張れるタイプの声優って言われてるんですけど、すいません、間違えました。下手くそやな。もう危うくマイナス10ポイントでしたよ。あいついない方が俺たち勝てるんじゃないですか。いさしてくれ、いさしてくれ、いさしてくれ、いさしてくれ。でもじゃあ次の問題で取り返してください ね、はい、目玉焼き何派よ。僕は醤油です。あ、そうですか。おおって何ですか。やつ汚れるよ、醤油なんかかけたら。こぼす前提なんですね。タバスコよりはマシですよ。確かに。さあ、というわけでね。